はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP 続きやっていきたいと思います。充電がね 11% ですけどね、実況でね以外でも自分ねこれねスマホ持ち歩いてましてねレベル上げたりとかしてますんで、帰ってきてね充電しながら配信してるのでね、11% あるのでなくならないと思いますけど、今回ね新しい場所行きたいと思います。で、当然のごとくね、テリーワン、GB とかね、あのレトロの方ね、あれとかあのテリーワン 3D とかプレイしてますけど、SP の方知らないのでね。この先何ができるとか自分知らないわけですけど、追加されたものはね。やればわかることであって、やってない人は当然知らないし、全部のね、人間がやってるわけじゃないので、もちろんやってない方もいますのでね。だから、カズボーさん、これ、次何ができるんでしょうねって、例えば自分が、こんなんできるみたいな話するとね。そういう話も当然あるわけで、全然聞いてくださってそれは構いませんのでね。ただ自分は知らない人もいるので楽しみを奪ってしまうの嫌なので、ネタバレはしないでくださいって言ってるだけなんで、もちろん自分が知らないゲームやってる時はね、自分も知らないのでね、あんま言わないでほしいのはありますけど、このゲームはある程度はしてるんで、ドラクエ11のモンスターが追加されてるとかね、他にもあるでしょうからね。だけどそこら辺は全然知らないので、同じ気持ちの人もいるのでね、それをご理解いただければ嬉しいかなと思います。これね、チャンネルの大きさとか小ささとか全然関係ないので、当たり前のことなんでね。それだけちょっと協力願えばいいと思います。言ってる意味わかりますよね。だ要は一人一人には配信してますけど、一人だけには配信してないので、自分がね、言ってしまったことによってね、他の方のね、楽しみを奪ってしまうので、一人の発言がね、やっぱり100人傷つけてしまうとかもあるのでね、そういう意味で言ってますので、そこら辺ご理解いただければすごく配信しやすいのでお願いします。はい。ということでね、大空の扉ね、なんかさらっと入っちゃったけど、これ今サタンパピー自分話しながら捕まえてましたよね。これも捕まえてなかった。サタンパピーはドラゴンクエスト3にね、いるモンスターです。ドラゴンクエスト3とかも自分配信してますので、全部ね、ドラクエやってんですよ。だからある程度はしてるんですけど、もちろんね、自分は知ってますけど、他の知らない方とか、全部シリーズね、自分の見てる、チャンネル見てる人が、全部のドラクエしてるかって言ったらそうじゃないので、今日初めて見る、初めましての方も絶対いると思うんですよ。だからそういう人もいますので、だから気使う部分は使ってるんですけど、これ3にいたモンスターですね、ぐらいだったらね、大丈夫ですんでね。ただ自分配信した動画を、やった定義で話してる部分はありますのでね、自分もちょっとしたことでね、うっかり言ってしまったりとかあるので、そこはちょっとごめんなさいなんですけど、なるべく自分も気をつけてますのでね、故意にね、わざとやってるわけではないので、たまにね、何回かに1年にね、何回かちょっと注意されるときあるので、カズボさんそこ言わないでほしいです。あんま言ってないですけどね。だから要はサムネとかでね、なんか分かってしまったりとかありますけど、これこれ続編みたいな感じなので、だから 3D とかね、だから GB 先やったっていうのもそうですけどね。これ肉持ってるよね。で、これ前回リセマラできたじゃないですか。じゃ今回もやろうかなと。もうそういうのは心置きなくね、使っていこうと思います。ちょっとした小ネタっていうかね、軽い裏技じゃないけど、どっちみち後で捕まえるので、さて。はい、いるよね。で、これ肉あげてもパーセンテージあんま変わんないんで、これか。ドロルネージがレアだよね。だから、ブリザードとか、この程度だったらそんなに、パーセンテージ低いわけじゃないと思いますんで。ブリザード捕まえてないんで、ドロルネージって多分レアですよね。20% とかいけばかなりいいんで。3分の1大体。リセマラするまでもないですけどね、これはね。だけど、捕まえちゃいます。後々面倒なんで。何パーセント上がったんだ？こんだけしかねえのか、肉。いいや。1% だもんね。だから燻製で 2% とかじゃね？霜降りで8とかね。怒り。これで1回消しますね。じゃあ、捕まえるまでやります。
はい、一生懸命捕まえましたけど、他国のマスター持ってるからね、パーセンテージ低いだけであって、ランク F ですね。ただ捕まえてなかったんで捕まえましたけど。今ね、このスライムベホマズンとかね、自分鍛えてまして、回復要員いないので、こっちね、すごい強いんですよ。なので、そういう感じにやってますけど、回復なくてもいけるからね、特攻要員にしてますけど、もうちょっと行くとね、そんなわけいか、そんなわけいかないので、風船ドラゴンとかも捕まえとくか。これの色違いでバルンバって言いましたけどね、それも確か作ってますね。緑色のやつが。これドラゴンクエスト6に出てくるモンスターです。ね、こっち強いんですよ。だから、多分、こうテリワン 3D とかだったらこんなね、うまくはいかないですけど、それをやった後に、なんだろ、プレイされてる方用に作ったんじゃねえかな、ぐらいのね、勢いのゲームなんで。だから、ここからやってももちろん面白いですね。ただ、もう一回、一回で、ね、全部作ってからまたやってる人もいるでしょうから、このゲーム好きな人結構いるんでね。だから、ベーラが生まれたり簡単な、お！モンスターハウスだ。ここ確か、1個宝あるって言ってましたね。モンスターハウス、トルネコの大冒険とかね、あんなのにありますね。自分もすげえ何十年ぶり？十数年ぶりかな？とかにプレイしたので、もうやり込んでたんですけど、すごい忘れてしまってる部分があったので、そんなにうまいプレイではないんですけど、もちろんね。ウィザードさっきメスだったな。これオス捕まえてなんかできなかったっけ？4体配合だっけ？溶岩魔人、生姜魔人、フレーム、ブリザードだったっけな。ってことは溶岩作るのにフレームいるから、ここら辺だよね。もう1体ぐらい捕まえとくか。宝あったね。こんなのに霜降りは使わないですからね。2匹目ぐらいだったらそんな、でも結構下がるよね、ガクンとね。ガクンと下がってもこれだ。いただきます。あ、世界じゃ、レアなんだ。ここいけないだろ。半分です。マジか。何がいいの？この音楽流れてるってことは、ギガハンドか。これ作ってますね、自分。捕まえるまでもないかな。でも倒しちゃっていいかも。これね。これ作ってます。そんなレアでもないよ、これ。ランク C か。これって、多分あんまり増えないと思うけど。こんなもんだよね。入らなくはないので、17.9%。倒せます。普通よりは強いですね。お遊び程度にやれば。今スカウトをやったら、
あ、まあ、HP 減ってるんでね、パーセンテージは上がるでしょうけどね。お、ポムポムボムいますね。毒消しを買わなくちゃいけない。あ、毒なくなってるわ。そっか、戦闘中だけか。こんなん捕まえといてもいいかもね。なんかありましたよね、シャーマン。一回ね、捕まえたんでも、作ったことないのにね、なる可能性あるので。捕まえて損はないのでね。これポムポムボムってドラッケ7でしたよね、確かね。ここシャーマンいましたよね。あれ、あ、いたいたいた。これシャーマンだよな。ドラゴンクエスト3にいるモンスター。あ、寝ちゃったか。そうだね、シャーマンだね。まあ、このまま行っていいでしょ。一枠なんで。やっぱ魔王の使いいいよね。連続の、まあ、2回攻撃分は入るから。はい。配合要因。今ね、もっといいモンスター作れるんですよ、実は。なんだけど、まあ結構ね、タイガーランスも1匹捕まえとこうか。ドラケン9にいるモンスターね。キラーパンサーからこれなんかなりやすかったような気ですね。だから先ほど、まあ、また話戻りますけど、自分がね、ちょっとなんで注意したかっていうとね、他の視聴者さんがね、あ、9できるんでしょうね、楽しみですね、カズボーさんって言ってたんですけど、すごいそういう方もいるので、まあ、それにね、そんなのも知らないのかよ、みたいなね、こと言ってる方がいたので、知ってるから偉いってことはないのでね。で、同じ視聴者さんですけど、本当にね、楽しみに見てくださってる方とね、まあ、人にね、罵声浴びせる人は全然違うので、それはそれでね。やっぱ注意するべきとこ注意しないでね、自分も何も言えないですしね、そうしないと。何にも言わないのにそういう時だけ言うなって感じになっちゃうんで、私もね。だから、間違ってる時は間違ってるって言うし、嬉しい時は嬉しいですって言うしね。お、今オンにしちゃってる自分。これドラッケイレブンだね。お色気。クライミハーピー、こんなんいいんだ。ねえ、97で外れたよ。すごいね、こういうことも起こるからね。ってことは、3% で捕まったりもするんですよね。まあ、確率は低いけど。でも、共通して言えるのが、どんな人でも人間であってね、もう私でしょうが、もう視聴者さんでしょうがね、ものではないのでって話なんでね。だからあんま言わないじゃないですか。なんか嫌われたら嫌だなーって言わない人もいると思いますけど、まあそれで嫌うんだったら別に、ああ通じなかったんだなって思うだけですし、自分は。あと2回ですね。とりゃ。今回もでっかい面白いの見ましたね。
そろそろ、まあ、4体配合とかあったじゃないですか、このゲーム。同じの4体とか。あんなんじゃなくて複雑なね、4体配合とかも、もちろんありますので、まあ、もうそれのことをやっぱ考えてね、もうすでに配信はしてるんですけどね。だこまめにトライワインダー作ってみたりとか、だけどあれ必要あんのかなと思うんですけど、一応作り方はね、あるモンスターもいるので、まあそんなことも考えながら、もしかしたら、ね、使う時が来るかもしれないし、決して、ね、1体だけ必要ってわけでなくて、2体必要な時もありますしね。だから後で、お、リンリン。後々楽になる部分は楽になる部分もありますけど、そうじゃない部分ももちろんあるので、だからゲームって大体クリアするとね、まあ捕まえるのもっと簡単になったりとかするんですけど、その前にね、やっぱいくらか集めとけば、まあ配信なんでね、個人でやってる分だったら別にいいんですけど、配信なんでやっぱ楽しめる部分は作りたいかなっていうのを考えながらやってたりはするんですよね、これでもね。結果はどうあれ。そういう努力はしてんですけどね。リンリンって何かに必要だったよな。2匹ぐらい捕まえとくか。これあれですよね。ギャンブルボディついてますよね。ね。うわ。ギャンブルボディってのが当たんない時あるんですよ。攻撃が。まあ、当たんないっていうか、当たってんだけど効かない時があるって言うんだな。オートセーブにもいい部分と悪い部分あるので、お、どうでもいい時オートセーブになったら嫌ですかね、それ。ハテナ、なんだあれ、なんだあれ、何これ、ハテナって、え、何このハテナって、あ、なんか混乱かなんかしてんのか、もしかして。しかも今、他国のマスターいましたよね。2匹目なんでパーセンテージそんな高くないですね。これ、子供ラクソーン持ってたんですよ。で、後で捕まえようと思ったけど、前やった時ね、結構、まあ、作るのは大変なのしてんですけど、そこまで行くのに結構時間かかったので、一回やってるゲームなんでね。さあ、リセマラの時間だ。うわー、来たよ。ドラケ5の、まあトラウマのやつもいるよね。なんだけど右と左でできんだよね。ってことは、どうしよっかな。ジャミとかゴンズ。これモンスターズね、ジョーカーの方だったら結構使うんだよな。わざとイブール捕まえるって手もあるしな。イブールとか多分、あれね、ああ、そっかそっかそっか。ああ、どうすかな。これはさすがに、どうすかな。わざとジャミ・ゴンズ先捕まえっか。いや、待って、捕まえたの結構いいスキル持ってったもん。まあいいや、次ちょっとやってみよう。5分の1ぐらいだ。バシュー。あ、なんない。ゲーマーは何持ってる？連続、カブトアリ、あ、ゴンズ強えな。で、イブールが？ゴンズかな？決まった。スキル、そうだね。スキルわかんねえんだよな、これな。439。まあ、ゴンズだよな、一番強いのは。A ランク。A ランク。なんか全部 A なんだ。ああ、そう。まあいいや、いろいろやってみよう。パーセンテージ的に同じようなもんだと思うので、ね。お、ステミ。ステミ、ああ、落ちた。ステミでしょ。まあ、落ちたとしても、あ、メラガイア使ってくんじゃん。はい、待て。え、そんな？これもいいの持ってんな。
リオとラプソン。すごいよね。ラプソンってレア度は高いけど、ああ、まあ弱いよな。そうですよね。はい。じゃあちょっとやり直しますね。はい。ジャミ捕まえましたけど、すげえ最悪な状況で捕まったね。落ちちゃったね、だいぶね。これでいいかな。スライムベホマーズンが、回復要因なんですよね。通信じゃない。通信じゃない。満タンってやりたい。これだ。ね、回復してるので、ただ MP がなくなっちゃったね。っていうのが、スライムベホマズンがね、全体回復持ってますんで、回復 SP とかもあるモンスターもいたんだけど、別なにくっつけちゃってるんで、今。だから、そうね、光の波動だけ覚えたら、あとは攻撃力アップ2とか。ジャミって何持ってたの？あ、メラバギか。ああ、やっぱそうか。そういうことか。最強になるな、これ。やっぱ持ってない、敵時は使ってきたものも、対戦だとやっぱ持ってなかったりするよね。ですよね。じゃあこれで終わりなんで、回復、いや、これでいいや。これの、ここの下回復ありますね。とりあえずそこ行って、目の前でセーブするか。ね、ちょっとオンにしとけばやられることはないので。さて、9回です。状態異常で頭に吹き出し出たんだね、あれね。リンリンか、なんだと思った。なんかちっちゃいの動いてるなと思って。リンリンはドラゴンクエスト8に出てきます。電電竜と一緒に出てきますよね。うわ、嫌なとこにあんな。毒にまとんなくちゃねえじゃん。これで奥のね、例えば毒消す今ないので、食らっちゃった。ね、こういう時って、イザナイルーラがあるじゃないですか。それを触れて出て、またここまで一瞬で飛んでくればね、一回戻って回復とかはできるんで、だからあそこに回復があるってのもあるのかな。毒消えないよね。毒消す持ってるか。いいや。戻るの面倒だから使っちゃえ。行く方が面倒だって話ですけどね。今回ここですね。ここの扉と、まあ、配合はなんかうまっかな。一応埋めようとは思ってるんですけど。はい、これで大空の扉は自由に来れます。ちなみに3枠ね、この戦闘、オート戦闘をオンで突っ込んでたらね、こっちの方が強いのに普通にやられたりしますんで、あの後ね、ウィングタイガー前捕まえたじゃないですか。それでその後ね、裏作業でね、裏作業配信してくださいって言われたりもするんですけど、外持っててる時って配信できないので、その時ね、ポンってやられてね、え？と思ってね。これってあれだよね、待って、大空の扉？スカイドラゴンか。あれだよね、ゲームボーイのレトロ版って知恵の扉だよね。アミダクジみたいな。ってことは、これも、一応これも作れるんですけど、キキ、こんなところまでよく来たね。それじゃあ、あんたの力を見させてもらおうか。見せてもらおうか。さて、とりあえずは、命令で、ここがバイキルトの、あとはもう、戦うでいいと思いますけど。ジュランも結構強くなったね。うわ、強い。もうポンっていくと思いますんで。だから、レベル上げないでそのまま突っ込んでいこうと思います。あ、もう一個あんじゃん。そうだ、このまま、とか、闘技場あんのか。じゃあ、今回配合か。お、デビルバーン。デビルバーンあったね。まあ、回復しなくていいっていう理由わかりますよね。ベホマナーとかもね、一応あるんだけど、このままいっちゃおう。大丈夫だ。多分倒したね。ははは。まあ強すぎるのはしょうがないし、だって手に入っちゃうんだもん。おやま、あんた強いね。よかったら私を仲間にしておくれ。よっしゃ。これ作ろうと思ったけどよかった。
これはね、取っときます。スカイドラゴンね。スカイドラゴンと、じゃあスカイドラゴンはこんな高いところに住んでたんだね。さあ、お城に帰ろう。持ってるモンスターでできるモンスターだけ作っちゃおうか。それで今回終わりますね。スキルは解けばいいので、後で。解放したら数値だけはありますんで、ただ、攻撃力アップとかね、マックスとかしとくとね、攻撃力アップ2とかできるんで、まあそういうのはやっといた方がいいですけどね。天高い塔からの景色はどうじゃった？全てが自分のもののように見えたじゃろ？うん、マスター風情が神様気取りか。そなたはいつからそんな男になったんじゃ。自分で言ったんじゃんね。笑って済ませられるのと済ませられないものはありますからね。あんなわかりますもんね、そんなんね、普通に考えればね。さて、次ランクアップですね。はい、ランクアップなんですけど、まだ行ける場所とかもあるかな。図書館のとこって、あれ18階なんですよ。でもなんか行けるかも、行けねえかな。あ、そうだ、孵化だ。そうだ、こんなんあったね。はい、ざわめく太鼓の綺麗な卵が孵化しそうじゃん。まあ、銀の卵だからね。さて、銀でしか生まれないようなん、いたっけ？こう、卵でしか生まれないのいるよね、多分ね。おお！ずっしおうまる来た。ランク A じゃないですか。まあ、GB の方、ずっしおうまるとゴールデンゴーレムでね、デュランで行きましたけどね。あと、これなんか持ってる、特殊なスキル。あ、デスオシスト持ってる。それもいいな。ジャミとか言って。これは入れといて、配合で。まあ、こんなんだよね。雲の代用できんのか。あー、そっか。思い出した。雲の代用作っとこうか。とりあえずね。ガード持ってんだよ。ブルーファイター、レッドファイター。攻撃、攻撃ギャンブル。素早さギャンブル。瞑想あったらちょっと邪魔なんだよな。まあいいや。はい、雲の代用。と、多分フレイムと、いろいろできんな。低い鳥。あ、そっか、低い。待って。こんなんいたわ。それ、フォークブリザードがいるので、これ親なんだっけ？あ、ファンキーバードとグリズリーか。これと低い鳥と、これ確か4、待って。オスメスだろ？オスメスなので、これの、これとフォークブリザード、できるよね。なんかで。ああ、こういう系か。参ったな。このスカイドラゴンできるけどね。ああ、なるほどね。むしろホークブリザードが、まあサンダーバードになるんだけど、ちょっと細かいんだけやっとこうか。今はちょっと時間ないので。まあ、配合できるのいいんだよな。輪廻。ああ、悪魔の鏡か。作っとこう。まあ、こんなもんかね。とりあえず作っとくのは。あ、ここもできんね。あ、フュージュができんね。ポムポムボム。そっか。
こんなん作っとこう。はい、あと、あ、HP 回復、そう、つけときますね。こういうのを配合しとけばいいか。はい、ということでね、とりあえずまた細かいのは作っときますね。こんなんね、作れますんで。はい、じゃあ次回ね、ランク上げてまた新しい扉行ったりね、なんだりしたいと思うのでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。